どうもこんにちは、マイクラやってるかい？みんなは普段から、マイクラの動画を見ているよな？マイクラは有名なゲームだから、いろんなチャンネルがマイクラの動画を上げていると思う。もしよかったら、みんながよく見ているチャンネルをコメントで教えてほしいんだ。いろいろなチャンネルのことを知りたいから、よろしく頼むぜ。じゃあ、今日は村人の隠された裏技について紹介していくぞ。お得な情報もあるから、ぜひとも見ていってくれよな。マインクラフト世界の村人って、とっても弱い存在なんだ。モンスターに襲われても反撃できないし、防御力も低いから、攻撃されたらあっという間に倒されてしまうんだ。襲撃イベントで狙われたりもするし、足も遅いから、モンスターから逃げることも難しい。いい取引内容の村人が倒されてしまうと、すごく悲しいよな。今回は、大切な村人を守りやすくする裏技だぜ。マイクラのシステムに詳しい人なら知っていると思うんだけれど、なんと、村人には防具を装備することができるんだ。知っていたかい？やり方は簡単だ。ディスペンサーの中に防具を入れて、それを、装備させたい村人に発射するだけ。これだけで、村人は防具を装備したことになるんだ。とは言っても、見た目に変化はなくてな。いつも通りの服装で、前を向いてぼーっとしているだけなんだぜ。でも、内部的にはきちんと防御力が上昇しているから、モンスターの攻撃や環境ダメージに、長く耐えることができるんだ。しかも、エンチャントした防具を着せれば、きちんとエンチャント通りの効果が村人に反映されるんだ。例えば、トゲの鎧のエンチャントをした防具を着せれば、攻撃してきたモンスターに対してダメージを与えられるようになるんだぜ。防御力の高い防具と合わせることで、モンスターを怠慢で倒す村人も作れるってわけだ。すごいだろう？ちなみに、マイクラの中で一番強いネザライト装備に、一番硬いエンチャントであるダメージ軽減4をつけて村人に着せると、ネザライトの剣の攻撃にも20発くらい耐えられるようになるんだ。これなら、もし襲撃されてもへっちゃらだよな。モンスターの攻撃なんて、痛くもかゆくもないぜ。みんなも、いい取引内容で守りたい村人がいるときは、ぜひとも試してみてくれよな。ちなみに、村人に一度装備を渡したら、倒すまで返してくれないんだ。装備の渡し間違いには、くれぐれも気をつけてくれよな。次は、村人の取引を割引する方法について紹介していくぜ。これには、いくつかのやり方があるんだ。まず一つ目は、村人ゾンビの治療だな。村人には、評判っていうパラメーターがあって、これが上がれば上がるほど取引価格が安くなるんだ。治療された村人だけじゃなく、同じ村にいる他の村人にもこの割引効果は適用されるから、村人ゾンビを見つけたら試してみるといいぜ。ちなみにこの割引効果は、ジャバエディションでは永久的に、統合版では4日ほど持続するらしいぜ。二つ目の割引方法は、村の英雄バフだ。村の英雄っていうのは、襲撃イベントを撃退したプレイヤーに対して送られるバフ効果のことなんだ。この効果中は、村人が取引価格を割引してくれるようになるんだぜ。村の英雄にはレベルが5段階あるんだが、一番低いレベルでも 30% 割引なんだ。めちゃくちゃお得だよな。最大で 55% の割引をしてもらえるから、襲撃イベントが来たら、積極的に戦ってみるといいぜ。ちなみに、村の英雄バフが切れると取引価格は元に戻ってしまうんだ。だから、村の英雄バフが続いているうちに、アイテムやエメラルドを大量に交換しておくことをおすすめするぜ。次は村人の取引内容をリセマラする方法を解説していくぜ。食料についている村人は取引をしてくれると思うんだが、そのラインナップは、いくつかの選択肢の中からランダムに決定されるんだ。だから、ハズレを引くと効率の悪い取引ばかりの村人が出来上がってしまうことがある。そんな村人、嫌だよな。そんな時は、食料ブロックを破壊して一度求職者に戻すんだ。そうした後にもう一度食料ブロックを置いて再就職させることで、取引ラインナップを抽選し直すことができる。あとは、お目当ての取引内容が引けるまで、ひたすら食料ブロックの破壊と再就職を繰り返すんだ。でも、一つ注意点もある。この村人ガチャができるのは仮就職中の村人だけっていうことさ。一度取引して完全に就職してしまった村人は、食料ブロックを破壊しても食料のついたままだから、リセマラできないんだ。効率の悪い取引内容の村人がいた場合は、取引せずにリセット。これだけ、覚えておいてくれよな。ちなみに、リセマラするなら司書がおすすめだぞ。司書は初期のラインナップの中にエンチャントボンがあるんだ。このエンチャントボンのラインナップには修繕みたいな、貴重なエンチャントも存在するから、引けたらめちゃくちゃ助かるんだ。ぜひとも狙ってみてくれよな。次は、村の信頼度について紹介していくぜ。村人には、さっき紹介した評判みたいに、いろいろなパラメーターがあるんだ。この信頼度もその一つでな、村ごとに必ず設定されているんだぜ。数値の大きさによって、プレイヤーに対する村人たちの対応が変わるんだ。例えば、この数値がマイナス15以下の場合は、アイアンゴーレムが敵対して襲ってくるんだよ。アイアンゴーレムは体力も多くて攻撃力も高いから、そんなことになったらもう村にいられないよな。しかも、信頼度が下がれば下がるほど取引価格も高くなってしまう。できる限り信頼度は上げておこうな。信頼度の上げ方はいろいろあるが、一番上げやすいのは、村人と取引をすることだな。今までで一度も行っていない取引をするごとに信頼度がプラス1されていくんだ。取引をしているうちに勝手に上がっていくから、簡単でおすすめなんだぜ。あとは、村人のレベルを上げるっていう方法もある。見習いレベルでプラス2、一人前レベルでプラス3、達人、熟練者レベルでプラス4、みたいな感じに、だんだん上がり幅が増えていくんだ。だから、同じ村人と取引をするようにすると、信頼度とレベルをどちらも稼ぐことができてお得なんだぜ。逆に、村人の迷惑になるような行動をすると、信頼度が下がってしまうんだ。村人を攻撃するとマイナス1。村
人を殺害するとマイナス2、子供の村人を攻撃するとマイナス3、子供の村人を殺害するとマイナス5、アイアンゴーレムを倒すとマイナス10になってしまうから、気をつけてくれよな。次は、村人で達成することのできる進捗について紹介していくぜ。知らない人も多いだろうから説明しておくと、マインクラフトのジャバエディションには、進捗、アドバンスメント、という機能があるんだ。これは、いわゆるミッションみたいなもので、特定の条件を満たすことで達成できる。達成した場合は画面右上に、進捗達成や目標達成、挑戦完了っていう文字が出るから、見たことのある人もいるんじゃないかな。ちなみに、統合版だと実績、アチーブメンツ、って名前になっているぞ。全部で、進捗は102種類、実績は118種類あるんだが、このうちのいくつかは、村人に対してある行動をすることによって、獲得することができるんだ。まずは、Java エディションで獲得可能な進捗についてだ。これは2種類あるんだが、一番簡単なものがいい取引だ。だな。これは見たことある人も多いと思うんだが、村人、もしくは行商人と取引をすることによって達成できるんだ。エメラルドのアイコンが特徴的だよな。そしてもう一つ、これはなかなかにレアなんだが、とてもとても恐ろしいという進捗だ。これを持っている人はめちゃめちゃ少ないと思うんだが、なんとこれ将来のエンチャントを施したトライデントによって、発生した雷を村人に命中させることによってもらえるものなんだ。将来のエンチャントがついたトライデントがそもそも貴重だし、わざわざそれを村人に投げるなんて、なかなかしないもんな。貴重な進捗だから、もしよかったらみんなも獲得してみてくれよな。次は、村人の便利な運び方を紹介するぞ。移住とかで、村人を移動させたい時の参考にしてくれ。一つ目は、知っている人も多い定番の方法だぜ。ズバリ、トロッコ移動だ。トロッコに村人を乗せて、移動させたいところまでレールを引くことで、村人を移動させる方法だな。レールの素材を大量に使ってしまうのと、レールを引くまでに時間がかかってしまうことが少し欠点なんだ。でも、一度引くと何度でも使用可能だから、たくさんの村人を運びたい時には、おすすめの方法だぜ。二つ目は、ボート移動だ。これもトロッコ移動と似ているんだが、ボートに乗せて村人を運ぶ方法だな。ボートは二人乗ることができるから、後ろに村人を乗せれば細かい移動も可能なんだぜ。地上でも可能だが、段差が登れなかったり速度が遅かったりするので、そういう時はバケツで水を引いてやるとうまく動けるようになるんだ。みんなも、村人を連れて行きたい時にぜひ試してみてくれよな。次は、村人の固有行動について紹介するぜ。これは少し前の動画でも扱ったんだが、村人には特殊な行動パターンがあるんだ。代表的なのは、村人の日程だな。村人は、成長状態とついている職業によって、一日の行動パターンが決まっているんだ。例えば、職を持っている村人は日中仕事をしているんだ。地震と紐づいているブロックの隣に立って、取引したアイテムの補充をしていたりもするな。逆に、職を持っていない無職と休職中、子供の村人は、村の中をうろうろと散歩していることが多い。子供村人に関しては、他の子供村人を探して追いかけっこをしたり、ベッドの上で飛び跳ねたりすることもあるよな。さらに、アイアンゴーレムを見つめたり、アイアンゴーレムから差し出されたポピーを慎重に受け取ったりもする。なかなか出会えない行動だけど、とっても可愛いから、見れたらとても運がいいと思うぜ。次は、イグルーにいる特別な村人について紹介していくぜ。みんなは、イグルーって知っているかい？溶接バイオームに自然生成される建物なんだ。ドーム型をしていて、中にはかまどと作業台とチェストがあるんだ。実は、床に敷かれたカーペットの下にトラップドアがあることがあってな、そこから地下室に行くことができるんだわ。そして、その地下室の牢屋には村人が閉じ込められているんだ。この村人、実は少しだけ特殊でな、地下室の中に醸造台があるのに、食用は求職者のままなんだ。醸造台は食用ブロックだから、普通の村人なら聖職者になるはずなんだよ。な？不思議だよな。でも、鉄格子を破壊するときちんと就職するから安心してくれよな。ちなみに、地下室には牢屋が二つあるんだが、もう片方には村人ゾンビがいるんだぜ。村人ゾンビは、その部屋のチェストに入っている金輪ごと、醸造台にある弱化のスプラッシュポーションで、治療できるようになっているんだ。求職者の状態だから、食用ブロックを近くに置けば取引もしてくれる。みんなもイグルーを見つけたら、地下室があるか確認してみよう。もしかしたら、いいことがあるかもしれないぞ。次は、食用ブロックについて紹介するぞ。給食中の村人が食用ブロックを見つけると対応した食用に着くというのは、知っている人も多いよな。この、食用ブロックと村人が紐づく仕組みについて説明しよう。すでにこの仕組みを知っている人は、きっとマイクラ博士だな。まず、食用ブロックを検知する範囲なんだが、これは半径48ブロック以内と言われているんだ。この範囲に未使用の食用ブロックがある場合、給食中の村人は食用を得ることができるってわけだな。ちなみに、村人が食用ブロックを見つけて就職した場合、緑色のパーティクルで教えてくれるんだ。わかりやすいよな。反対に、食用ブロックを破壊された時には赤いパーティクルを出すから、覚えておくといいぜ。Java エディションだと、食用は日中のみ変更できるんだ。統合版の場合は少し面白くて、寝ている間にも食用ブロックとの紐づきが起こるんだ。一瞬だけ起きて就職や失業だけして、そのまま寝るっていう、不思議な光景も見られるんだぜ。はい、今日はここまで。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。